こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は中学校第3学年数学8章標本調査の学習です。まず教科書198ページを開いてみましょう。皆さんは1年生の時、目的に応じて資料を集めて整理し、その傾向を読み取るという学習をしました。しかし、実社会では日本全体や世界全体などの傾向を知る調査も行われており、一部の資料しか集めることができない場合が多くあります。この章では一部の資料の特徴から全体の傾向を調べ、推測する方法について学んでいきます。例えば、視聴率はどのように調べているのでしょうか。集団全体の傾向を知るためにどのような調査が行われているのでしょうか。標本調査、全数調査とはどのようなことでしょうか。では、早速標本調査の学習を進めていきましょう。教科書の範囲は198ページから204ページになります。皆さんは視聴率という言葉を聞いたことがありますか？視聴率とは、テレビを所有している世帯のうち、どのぐらいの世帯がテレビをつけていたかを示す割合のことを指します。この視聴率ですが、一体どのように調べているのでしょうか。動画を止めて視聴率の調査方法について考えてみましょう。思いつかない人は教科書199ページの話し合いの例を参考にしてください。視聴率調査は全世帯ではなく、一部の世帯を取り出して調査し、その結果から全体の傾向を推測しています。このように集団の一部を調査し、集団全体の傾向を推測する調査を標本調査と言います。また、調査の対象となる集団全部について調査することを全数調査と言います。では、具体的な例を取り上げて考えてみましょう。教科書200ページの確かめのところを開きます。そこに挙げられている3つは、全数調査、標本調査のどちらに当たりますか？動画を止めて1分考えてみてください。では、回答です。括弧1、括弧3については、対象となるすべてを調査することは難しいため、標本調査で行っています。括弧2の学校での身体検査は、どの学年の生徒も全員検査を受けるものですから、全数調査ですね。では、蛍光灯の寿命調査や缶詰の品質調査が全数調査ではなく標本調査で行われるわけについて考えてみてください。動画を止めてわけについて考えましょう。では、解説します。蛍光灯や缶詰など、これから出荷して商品として流通させるものについて、全数調査を行うとすると、商品として売り物にならなくなってしまうことが考えられます。教科書201ページの上の方に書かれていますが、
全数調査を実施するにあたって、多くの手間や時間、費用などがかかる場合や、食品の品質、工場の製品の良し悪しなどを調べるのに、製品を壊す恐れがある場合には、標本調査を実施します。ここでは、標本調査を行うときによく使われる言葉について解説します。一つ目は、母集団です。傾向を知りたい集団全体のことです。二つ目は、標本です。母集団の一部として取り出して、実際に調査したものを指します。三つ目は、標本の大きさです。母集団から取り出した資料の個数のことをこう呼びます。では、教科書201ページの問い1を見てください。この問題では、母集団にあたるものが、ある都市の有権者74,358人、標本にあたるものが選び出した1,000人、標本の大きさは1,000となります。母集団の傾向を適切に推測するために、どのように標本を取り出したらよいか考えてみましょう。では、教科書201ページの問題について考えていきましょう。兄は白玉と黒玉がよく混ざっている箱があります。兄には白玉と黒玉がよく混ざっていない箱があります。この2つの箱の中から、それぞれ適当に玉をすくい出すとき、白玉と黒玉の個数の割合から、箱全体の白玉と黒玉の個数の割合を推測できるだろうか。あの箱は、白玉と黒玉がよく混ざっている状態を示し、イの箱は、白玉と黒玉がよく混ざっていない状態を示しています。イの箱の場合、取り出し方によっては、黒玉が多かったり、白玉が多かったりするなど、偏りの生じる可能性が高く、箱全体の傾向を適切に推測できないことが考えられます。このことから、母集団の傾向を適切に推測するためには、偏りなく標本を取り出すことがポイントになります。具体的な例をもとに考えてみましょう。教科書202ページの問い2を見てください。内閣支持率の調査で、有権者の一部を調査する場合を想定しています。1. 例えば、20歳代の人だけを調査したら、有権者全体のおおよその傾向を推測できるでしょうか。そうですね。この調査の方法では、20歳代以外の有権者の傾向を把握することができないことから、有権者全体の傾向とは言えません。2の場合はどうでしょう。そうですね。この方法も適切とは言えません。このような調査を実施するにあたっては、コンピューターで選んだ数字を使って、偏りのないように作成した番号に電話をかける方式を採用し、1000人程度を目標に選んでいるそうです。このように、偏りのないように母集団から標本を取り出すことを無作為に抽出すると言います。ここまでの学習で
自分も標本調査をしてみたいと思った人もいると思います。教科書203ページを例に標本調査を実施してみてください。一度だけでなく数回実施することにより母集団の傾向をより詳しく把握することにつながりますので、何回か行うことをお勧めします。時間のあるときにトライしてみると良いでしょう。標本を無作為に抽出する方法としては、乱数彩を使う、乱数表を活用する、コンピューターの表計算ソフトを使うなど、いくつかの方法があります。乱数表は教科書210ページにも掲載されていますので、手軽にできることと思います。ぜひ使ってみてください。